皆様こんにちは。2月8日土曜日正午から午後3時30分まで農業やコミュニティ文化センターで第24回男女共同参画松阪フォーラムを開催します。それでは催しの内容をご紹介します。午後1時から松阪工業高校ダンス部によるオープニング、開会式に続きまして1時30分から FC 伊勢志摩理事長の小倉貴文さんをお招きし、 J リーグクラブと地域創生、スポーツ界における男女共同参画についてと題して講演会を行います。ロビーでは男女共同参画に関するパネル展示やバルーン展示、毎年好評のワクワクショップを開催しています。地域の特産品、手作りのパン、クッキー、ケーキ、松阪木綿の小物、手作り雑貨などの販売を行います。私たち実行委員は一人一人が性別にかかわらず自立した個人として、その能力と個性を十分に発揮することができる男女共同参画社会を目指し活動を続けています。2月8日の男女共同参画松阪フォーラムへのご来場を心よりお待ちしております。